こんにちは、豊田耕造です。この度、駐日アイルランド大使館によるマイ・アイリッシュ・ミュージック・ジャパンシリーズに参加させていただくことになり、こうしてアイルランドの音楽や楽器についてご紹介することになりました。私がアイルランドの音楽に出会ったのは、ダービッシュというバンドの CD を地元の CD 屋さんでたまたま見つけた時です。大学の専攻が民族音楽学で、様々なフォーク系の音楽に興味がありましたが、アイリッシュ音楽の日常生活に近い形で演奏されるスタイルに特に惹かれました。もともとクラシック音楽でトランペットを吹き、吹く楽器に馴染みがあったため、数ある楽器の中でもティンホイッスルという楽器を選び、その1年後にアイリッシュフルートという楽器に移行して、今メインの楽器になっています。昔のフルートの形を引き継いだ木製のフルートで、ティンホイッスルの1オクターブ下の音が出ます。普通のフルートとまた違った独特の音色が魅力です。今回はこのアイリッシュフルートでアイルランドの伝統曲の中からリールというリズムのニューカッパープレートという曲を演奏します。それではお聴きください。いかがでしたか？あなたにとってのアイルランドの伝統音楽、Your Irish Music Japan も共有していただけたら嬉しいです。それでは次回の My Irish Music Japan をお楽しみに。